表現の自由、言論の自由、さまざまな人がさまざまな場所からさまざまな方法で権力を批判しよう。そしてあらゆるマイノリティの声に耳を傾けよう。私みんなバラバラにされ異様に操られている。何もかもが自己責任、奴らはそれを理由と11月20日にも南スーダンに自衛隊が行動しています。
絶対に許さない、そういった声を街中から上げていきましょう。11月17日の木曜日6時半、ここ新宿西口に集まってください。そしてもう一つ、日曜日の街頭宣伝は11月27日の日曜日、これは2時から3時半まで新宿南口で行います。新宿南口で11月27日2時から3時半行います。そして11月19日ですけれども、この日土曜日なんですね。土曜日なので、2時から国会の議員会館前を中心に、19日行動を行いたいと思います。その次の日にも、日付にも自衛隊が南スーダンに行こうとしています。絶対に許さないの声を、国会前で一緒に上げましょう。11月19日は2時に国会の議員会館前に集まってください。そして皆さん、もう一つ大切なお知らせです。12月10日に沖縄の集会を日比谷野外音楽堂で行おうと思っています。そのために12月の4日に、有楽町で、私たち街頭宣伝、沖縄の街頭宣伝を行いたいと思いますので、これぜひ集中して集まっていきたいと思います。12月の4日ぜひ寄せ上げてください。2時から、有楽町で街頭宣伝やります。沖縄の街頭宣伝を行います。ぜひぜひ皆さん集まって予定を上げてください。署名は今日署名26室でした。参加者28名でした。本日大変お疲れ様でした。これから寒くなりますけれども、諦めないで頑張りましょう。お疲れ様でした。